こんにちは、ガノです、今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。今日はですね、何かの会のあるいはクラブの役員になられて、ちょっとね、みんなに配りましょうということで手ぬぐいが案が出ましたと。で、そういった時にどんなものを作りましょうっていう話なんですね。でまずちょっと見ていただきたいんですが、100枚以上とかいう形でしたらこういったプリントの手ぬぐいもいいと思います、いいと思いますね。ただですね、やっぱりパソコンでこの頃ね、デザインを起こされたりとかしますと、多色使い、何色も使った、手ぬぐいを作りたいなっていう話も出てくると思うんですね。その土地土地にいてますキャラクターでもそうですよね、グラデーション使ってみたりとか、何色も使ったキャラクターの、グッズなんかも売ってたりとか、そのグッズと同じように手ぬぐいを作りましょうとなった場合は、1色について1班の型代が必要になってきたりして、何千枚とかね、何百枚も上の方じゃないとなかなかそのね、型代をペイするには難しいっていう形になっちゃうんですね。でそこでですね、自作で自分のデザインを手ぬぐいに作りましょう、それも10枚20枚でいいんですよっていう場合、あるいは最低1枚ですね、この1枚でいいんで作りたいっていう時にはどうしたらいいかっていうところなんですが、実はですねこういった作り方があります。これがですねインクジェットのプリントっていう手ぬぐいなんですけども、言葉通りインクジェット、インクを拭いてですねやっていきます、つけていきます。で、プリンターと同じようにインクを拭きますので、当然ねプリントが1枚でもできるように、こういった手ぬぐいも1枚から作ることができるんですね。で、パソコンのプリンターなんかになりますと、ね、紙の上にちゃっと拭いて、やりますので、あんまりね、いいような感じはしないですよね、この生地の上にプリントするということで、普通のねこういったスクリーンであるプリントの方がいいような気しますが、実は私どもで扱っているこの、インクジェットのプリントは染料プリントっていう形なんです。染料なんですね、いつもね私はお伝えしますように、顔料プリントよりも染料プリントの方が汗の吸収がよくって色落ちもしづらいとね、非常に柔らかく仕上がって、プリントと言いながら柔らかいんですよっていうようなお話をいつもさせてもらいますが、この自作プリントの場合はそういった、ね、プリントの方法を使うことが可能なんですね。ですから1枚2枚でちょっと枚数が少ないからっていうことで諦めるのではなくですね、いろんな方法ができるっていうことをですね頭に置いておいてほしいんですね。何もその1枚だからできないことはないです、作り方さえ変えればできることですので、その辺はですね我々みたいな業者さんにですね、お尋ねいただくのがいいと思うんですね。何もできないことはありませんので、だってそれはできますよって気よく言っていただけるので、業者さんにですねぜひ相談してみてください。よろしくお願いいたします。